ね、私が先祖でね、ことを私にひれ伏してくれてる、そういう図を描く、この中にもいますけど、もういっぱい現れてそしてなおかつお金がいきなり1000万だとか2000万だとか、最近だと多くの方もいました。お店もそれからこの間ですからお店を10店舗丸々引き取ってくれたから、そういう方がバンバン現れて、もうすごいよね。そういうことをたくさん表していくと、もう明らかに負担になる仕事をやって得た金ではないわけでも、あの世の仕事をしてるから、それはちゃんとボーナスをくれるわけ、あの世の人は。だからいきなり1000万だとか、ね、何千万っていうのは普通のこの現世のお仕事よりもいい仕事してるということを見せなきゃダメなんじゃないかなと。もっともこちらがたくさん給料もらえるんだよと、そういう証明でもあるんだよね。だって人間が作ったこの社会、もしかしたらそのことによって絶滅の方に向かってるかもしれない。それがね、兵器でね、戦争の兵器を生産するのも工場もそれで食べてる人もいっぱいいるでしょ。 でもこの神話の目覚めはもう先祖代々にまでみんなに届く、みんなの、ね、先祖の借金も全部返せるようになった時に、その最もいい仕事をしてるということで、最もいい仕事をしてる人にはたくさん給料払うみたいなものです。私たちが今最近1000万2000万とかいきなり戦前贈与だとかいろいろくれる人が増えてます。でそれを、そのお金を自分の遊ぶ金に遊びをほうけていったら、でも、例えば銀行があったと、銀行ってのは融資してくれるよね、お金を融資していく。その融資、なんで融資をするかっていうと、それきっとこの人はこれで成功するだろうと、このお金は利息をつけて返すという前提でお金を貸してくれるでしょ。まあ宇宙も同じだと思った、宇宙も銀行だと思ったら、あなたがいい仕事をした時に、またこれからいい仕事をするであろう、ちゃんと計画書を持っていて、考え方を持っていて、その時に宇宙から融資を降りた時に、そのお金を本当にそういうものにつけてたら、まあ、宇宙は無限ですから、無限の宝ですから、いくらでも融資してくれる。まあ そういうね、それをその融資をして返すというのはその本人に返してくる。全部ね、宇宙から融資を受けて、そしてそれぞれがみんなそれぞれの宇宙の株主みたいになって、そしてそれぞれで、ね、最も良きものに使っていく。普通の銀行も僕は遊んで歩くんで、お金使うなんか、ね、ちょっと精神的に楽になりたいんで、少し帰ってそういうものには出さないでしょ、基本的に。やっぱりこういうことをやって、こういう受け皿を作って、こういう事業をやって、これをこういうものに使って、こういうこれだけの収益を見込めて、そして返済はこういう計画でやったと時に、なるほど、それはいいだろうと、それはもう間違いない、成功間違いなしと思った時に、ボンと金が出るわけ。宇宙も同じだと思った。だからみんながそこに入ったらね、みんな身内だとしたら、その人に入ったら嬉しいですよ、ね、で自分の家族にそうやっていい話があったら嬉しいじゃない。だからみんな家族だと思ったら嬉しいことだらけ、毎日のように嬉しいことがあると、毎日のようになんか1000万単位でお金が、ね、来ると、すげえな喜びとしては同じじゃない。私が100億あったってどうせ使い道ないんだから、同じことですよ。そう、支店長がいるわけその支店長が融資を出すか決めるんですよ。その支店長はチューナーだと思ってる。チューナー、宇宙とつなぐ、そしてその良きことに使う、チューナーをポッと接続した時に融資が降りる。だからいくらでも豊かになれるってことですよ。中南を全部宇宙とつなげる。いきなり地球上が全部
人脈になって地球上にいるものが全部自分の財産だ、そういうことなんですよ。それを全部生かしきれることができたとしたら、全部そしてそれを、ね、ちゃんと認めることができたら、いきなりもう大富豪どころじゃない、もうそれこそ太陽も月も全部自分のものと言ったって誰も怒らないわけです。この地球上にある空気全部自分のものだったって吸い切れないって言ったでも、ね、どこに行っても空気吸えるじゃないでしょ。お金を何かに使うという部分でしょ。一番の目的は使う方が目的じゃない、だから頑張って稼ごうと思う。稼ぐためが一番じゃないですよ。稼いでも使えなければもう意味がないし、使い方が分からなきゃ意味がないし、稼いでそれでもう朝から晩までお酒飲んでてアルコール依存になって早死にしちゃったら、お金の使い方が自分を早死に至らしめる可能性もある。だから使い方が大事、使い方はこういうふうに使うんだと言って、そこに初めて入れ物ができてそこに入ってくるわけ。銀行だってさ、まあ、それは日本銀行があってそこから金を借りてあれしたりさ、そういうことだ、ね、まあその元の元は宇宙銀行じゃないですか。宇宙銀行に全部備わってるし、全部やり方も入ってるし、全部資金も何もかも全部結論まで本当は出てる。宇宙銀行の中にこうなったらこうなるという、もう結論までそこに出来上がってる。方針もあらゆる方針、無限の方針を選べれるわけです。無限な生み出し方もできるわけです。どのチャンネルに合わせるか、